アーティチョークは、菊花朝鮮アザミ族の多年草。和名は、朝鮮アザミ。若いつぼみを食用とする。地中海沿岸原産。高さは1.5から2メートルで、葉は50から80センチメートルに達し、つぼみは8から15センチメートルに達する。ちなみに、英米では、菊芋と、チョロギも、アーティチョークと称する。エルサレムアーティチョークとアーティチョークは別の種類の、 植物であり、エルサレムアーティチョークは、キク科のヒマワリ属イモで、アーティチョークは、キク科の朝鮮アザミ属朝鮮アザミである。相対積に占める、可植物の割合は少ない。食用とするには、まず蕾をレモンなどと共に茹でるか、ふかす。そして、花および、果実の感毛になる繊毛を取り除き、学上の方変を、外から剥き。 公片気部の肉質部分を歯で、しごくように食べ、最後に鼻たく部分を切り分けて、食用とする。食用部分はデンプンに富んでおり、食感は芋に似ている。水溶性食物繊維に富む。歯には、シナリンを含み、肝臓の下毒に効果がある。シナリンには、未来の甘味受容体の働きを阻害し、アーティーチョークを食べた後に食べるものの味を何でも甘く。 感じさせてしまう働きがある。そのため、アーティチョークに上質なワインは合わないとされている。ヨーロッパやアメリカでは広く、食用とされているほか、インドでも二日酔いの防止のために、飲酒の後に茶に混ぜて飲まれているが、日本では、栽培条件が合わないこともあって、野菜としてはあまり普及していない。ただし、近年ハーブティーとして飲まれることが増えている。イタリア料理では、 イタリア語由来のカルチョーフィ、またはカルチョーフォと呼ばれ、一般的な野菜として前菜などに使用される。フランスでは茹でたり詰め物をしたりして調理するが、新鮮なものを生で食べるケースもある。花を乳に入れて加熱すると、摂氏60度で凝固することから、これを凝固剤として使う海油ボートというチーズがある。ポルトガルでは、 アーティチョークのおしべを使って凝固させるチーズがしばしば見られる。セーラダエストレーラやニーザなどである。ベトナムでは乾燥させてお茶のように飲むアーティチョーク茶がダラットの特産品として知られる。なお、包皮の回数と匂いを抑える効果があるとされる。元は野生のアザミであったが、古代ギリシャローマ時代以降、品種改良が進んで今日の姿となった。 金塩種のカルドンは、トゲが鋭いが、同様に食用になる。アザミをカルドンに改良し、さらに改良して、アーティーチョークになったという説もある。本格的に栽培され始めたのは15世紀のナポリ近辺で、徐々にヨーロッパ全域に広がった。16世紀に、フランスに腰入れしたカトリーヌ・ド・メディッシスによって、フランスに伝播した。彼女の悪評の一つとして、 当時は美薬として考えられていたアーティチョークを結婚初夜の日に食べ過ぎたという逸話が残っている。日本には江戸時代にオランダからト来した。19世紀末からイタリア移民のグループがカリフォルニアで大規模にアーティチョークを栽培し、ニューヨークのイタリア系マフィアの資金源となっていた。1930年代、マフィアの封じ込めに力を注いでいたニューヨーク市長。 ラガーディアは死にアーティーチョーク禁止令を出したが、アーティーチョークの魅力に抗えず1週間後には取り下げられた。ありがとうございます。